もピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ケンタッキートロールドチキン、ケンタッキーフライドチキンとかけてるんだろうねきっと。でケンタッキーといえばレッドホットチキンが僕めちゃめちゃ好きなんだけど、それがまだあるかなと思ってケンタッキーのホームページを見てみたんだよね。そしたら今ケンタッキーとウマ娘がコラボしちょったんだよね。で恥ずかしながら最近までウマ娘のことをウマ子って呼んでました。いやそれマジで最近知ってさ、ウマ娘にアニメとかあるじゃん、ウマ娘プリティダービーみたいな、それをずっとねウマ子プリティダービーって呼んでて全然プリティじゃねえよなって思ってさ。まあしょうね、雑談はこの辺にしといてやっていこうか。クリア率は 0.43%。 そういや前回ガイドラインのことを話しよったと思っちゃうけど、もう一つ気になることがあって、ゲームでは利用できない画像、映像、音源を利用しちゃいけないって書いてたんですよ。それの何がまずいかって言ったら、僕たまにさコインコインとかしてる時あるじゃん。あーまだ話してる途中じゃん、開幕だ。そん時にカービィの音楽を入れてると思うんだけど、そういうのもね多分今後ダメになるかもしんない。うん、なんか左行けるようになったな。あっちから行けってか、オンオフは変わりませんわ。右ギリギリまで行く、そうするとあのボム兵が爆発してくれるんじゃない。あれもうちょっとか、もうちょっとか、めちゃめちゃギリギリ攻めんだ、もうちょっとか。あ、叩いた瞬間に右に行けばいいんじゃない。ちょっとは進ませろ。オンオフをします。でブラパがさっきさバネに跳ねられてこっちに来たよな、そのブラパを避けて右に行ったら大丈夫っていう感じなんじゃない。これでボム兵は爆発しない。で左に行く必要はないよな、地下ブロック降りていこう。待って待って、魚とか落ちてこない、大丈夫かな。こじこい立っておく、うう立ってる意味は特にないと思うんだけどね。うこれはどうすればいいのかな。待て待て待ちなさい。一番右上に隠しブロックがあったよね、ここでバブルが出てきたから、この辺になんかあるみたいな。教えろ。この50コインの方に行けばいいんじゃない。そうすると USA が出てこないのね。あーなーん、やっはっくだーい。この場面がめちゃめちゃむずいのよ、全然切り替わらないやん、こっからさ。で下と上どっち、とりあえず上叩いてみようか。まあどっちでもいいとは思うんだけど、これブロック開いてくれる、頼む開いてくれたね。でこのメットを蹴りのすぐ下に行った方がいいのか、一旦上に逃げとこうか。で下、そうせかさなくてもいいじゃんか、ゆっくりと進めていこうよ、たまには穏やかな気持ちになるのも大事さ。そうだろう制作者、うなになに。ここはピンクコインコースか、1,2,3,4,5 5個も行き道がある。今日めちゃめちゃ長いんじゃない。こんなコースだと思ってなかった、僕は何もしない。あぶね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 、あなたたちは何を考えてるの。あなたたちがそう来るなら私もちょっとだけ本気を出させていただきますよ。ここでジャブ C の無機物をかわす。でさかだ、今日のコース初見殺しやばくない？クリア率からして結構難しいのかなとは思っては見ましたけど、こんなに初見殺しがあるなんて、趣があっていいじゃん。ねえこれマジで全然進まんのよ、もうこの辺から僕うろうろしてるよ。この左上はまだ USA キノコがいるとかかな、もう僕は信じない。うわ右と左はどっち、こっち行こうか。絶対上から何か来る、左か左に逃げればいいのか。右がいいのかそもそもわからん、一旦左行ってみようか。左行きのあーって言われたけど大丈夫かな、このエクスカリバーからの爆弾で絶対あそこに何かある、そのブロックを壊すんだ、絶対合ってると思うよ、お前は邪魔なんだよ。おーガリガリかー、こんな場面がね5個も6個もあったら僕マジで死んじゃうよ。ほんとわからん、このコースどうやって進むのかもわからんし、制作者が何を考えてるのかもマジでわからん。これでいいんだろ、よくれたもんな。でここでリンクが出てきてくれんのか、ちょ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 こさいだー、リンク取ったらすぐに爆弾出そう、これでいいんじゃない。で早く指でお前邪魔なんだって、もう上に行かなきゃいけなくなったじゃん、これ上行けんのか、上行ったところで、いやこれもう一回リンクを取って、いや意味ないよな、バカか俺は。久しぶりにこんな激ムズトロールコースに出会ってしまったぜ、ならもう爆弾は出さない、右まで進んでみようか、そうするとブロックが開いてくれるね。でこっからどうするのよ。キノコ様、お魚さん見えちゃった。ママ僕さっきねお魚さん見つけたんだよ。あらあらすごいわねピアキング、どこにいたかママに教えてくれる。出てこいや。本当だねピアキング、ピアキングはお魚さん見つけるのが上手なんだね。ママ
気持ち的には3枚ぐらい取ってるんだよな。そんぐらいぐらい難しいってことだよな。でその無機物あれ帰ってくることは分かってんで、そこまで僕はおバカさんじゃありませんよと。はいどうもこんにちは。さすがにあの鍵ドアかもしくは黄緑色のドア、どっちかに入れば終わりだと思うんだよな。でこの下はツタが見えるね。ツタに捕まるってことなんじゃないの。そんなのわかるか。まったく変な声が出ちまったじゃねえか。いい大人がエンギエンギとか意味わかんない声出すんじゃないよ。まあいつものことか。ならここは常に上を審判、常に上を審判、これでいいんだろう。やっほ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 っ。何これ、もう絶対難しいじゃん。今のクリボーに当たっとけばよかった。これ上に行って、ちょキノコはまずいでしょそこで。これ上に行くのほんときつい。どうやってやられんのこれ。上なんかあったっけ。もう上バネ邪魔すんだって。もう頼む、先に全然進めない。この土管入れる？入れないな。上は？上には行けそうにはないよな。じゃあこのバネ地帯を越えていけってか。キノコ邪魔すんな。もう本当にね、キノコはいい。もうバネが邪魔しないでほしい。待って、この先全然抜けれないんだよな。で、あの左上の針に当たるってか。じゃあここは連打していってみようか。ほら、もう息が続かない。僕はもう何もしないでない。ほら、バレ狭すぎだろそれ。これちょっとカットするわ。これね、抜けれるまでカットします。みんなあと10秒なんだけど、これ一回もいけてないんだよ。これいけんの？むずいっていう次元じゃないんだけど。だがこの死に体級命中をなめるな。チビの状態だったらクリアできるんでねえの。頼む、キノコくんなよ。頼むからキノコくんな。この状態で僕はあの針に当たりさえすればいけるんじゃないか。チビでもいけねえの。キノコが来ちゃうって。そうしないで早く。僕が来たからだ。おおお、キノコくんだ、キノコくんだ、キノコくんだ。何やってんだ。これさ、もう向こうに行けないのかな。キノコを絶対避けなくちゃいけない。キノコ上に行かないもんな。ジャンプ。何度だってやってやるぜ。ただしこの状態でな、キノコは取らない状態で。キノコ待って、キノコ。またやり直してきたぜ。ただあのキノコを取らないで、あの針に当たれば僕の勝ちでいいですか。頼む、キノコ食えた、キノコ食えた。こっから当たればいいんだよな。当たれば、おおお、怖い。当たって、そのちょっと当たっちゃうやんかそれ。もう怖いって。ああ、いや、ここで2回当たればいいだけの話だよな。当たって、頼む、当たってくれ。1回でいいから。もうやめる。これ本当に難しい。もう死に耐久名人とかどうだっていいね。たまには負けることもあるでしょう。はい、次行こうか。まだ序盤よ。この後いろいろ待ち受けてんだよ僕。じゃあ上を審判でここで何もしない。で何もしない。ずっと僕は何もしないよ。絶対にそこにも入んないよ。でいつジャンプするんだ。ここか。オーケーオーケー。あの鍵入ったらきっと終わりでしょ。だからまずバネに乗る。で上を審判で右にジャンプして、いやー、こんなんがあと4つも残ってんの。もう考えただけで嫌になるぜ。じゃあここは右にジャンプして鍵ドア、これで終わりだろ。誰も終わって、やったー。1個で大喜び。本当にこの1個めちゃめちゃ嬉しいっていうか、1個が難しいんだよ。どこでも。もうね、疲れたよ。もうね、喋ることすらできない。あー、忘れてた。ダメだよな、喋ることを忘れたら実況者じゃないもんな。どこも鉄球だと思いますよ。ほらほら、来た来た来た。どこまで来んだよお前は。僕ね、壊れちゃいそう。また戻ってくるのかい。どこに。バカじゃん、みんなマジで助けて。
僕はね、本当にこのゴースト今やめたいと思ってるね。こいつは蹴る以外ないよな。なんかブルルルって音が聞こえたけど、蹴って左で逃げておこうか。そうすると上が開くんじゃないのか。下が開いたね。っていうことは上は行かなくていいということで、そうだろ、下から行きます。ピースイッチが押された。で、キノコを取って下に行く。絶対これで合ったらと思うね。上のオンオフは何なんだろうな。で、右に行きの、あれ、これはどうするんだろうな。上はサッカーだー。もうこの後の実況面白くなくていいや。これは、あー、何ちゅうことすんだ。ここでブラパが出たってことは、次はアイテムのはずだ。取らせろ。だがしかし、しっかりと進んでる。ここは左からキノコを取ればいいのさ。右下にバネが出てきたけど、このバネどうやって進むんだっていう話だよな。ダメだ。急いでいいけど、そういうことかい。ならば見せてやろう、この最速キングをな。俺を舐めるな。よし。で、下にこっち来んな、バカだな。右で魚を避けようか。左に魚を泳いでくるもんな。で、ここは下に行って常に上を引っ張る問題だ。強制転向。下に捕まった瞬間にすぐ右に逃げる。これで大丈夫なんじゃない。頼む。あ、ちょっとちょっと頼む、ちょっとちょっと、よし、戻ってくんなよ。だからどっかに入れさせて、頼む。いいですね。さあ次に行こうか。なんだあいつ。いや戻ってきたんだけど見えないのよ。ここら辺土管がある。土管があるね。何色の土管かわからんけど入ることができました。それやめて。いきなり攻撃してくるのやめてくれませんか。このボム編はちゃんと壊してくれるよな、このブロックは。よしよし。で、右には行けないもんな。上に行こう。こいつはなんか嫌な予感がする。どこに。おめっちゃ。この制作者さんね、めちゃめちゃ鬼畜なんだけど、ちゃんと面白いんだよな、罠が。じゃあ上に逃げます。そしてこれは左の土管に入るしかないよな。バブルも気になるところですけど、右の土管なんじゃない。こっちはうるせえ。赤の土管って言ったらこれだよね。戻ることできんの。あ、ブラパが出るより前に戻ることができるんだ。さあこれでオンオフが変わってるみたいな感じかな。で、何もしないでおこうか。そうすると下から進めるというわけですね。さあピンクコインを取って、この上もう一回メットが出てくるんでねえの。メット、また次上か。上、こっち、こっち、こっち。おめえはもうすっ込んだろ。まだ全然わからん。とりあえずこの場所に留まっておこうか。何もしないでみる。魚がいっぱい出てきてからの下に行けるわけだ。これで上が開くっていう感じか。で、土管に入れるかな。頼む、入らして。もう出てくん。お前何なんだよさっきから。もう来んな。わあ、もう魚出すぎ。ここに入れさせて。ピースイッチは、ピースイッチは、いい加減にさ。ここもスピード勝負だと思いますね。オンオフがなくなった瞬間に右に行くでしょう。で、早くこの黄色の土管に入れば問題ないのさ。よっ、あれ、いやー、なんでどういうことするかな。これどういうこと。ピースイッチが鳴ってる間に何かしろっていうことだと思うけど、全くわからんぜ。このツタの下にピースイッチかなんかがあるみたいな。あー、やっぱりあるね。で、この扉に入れば終わりっていう感じなんじゃないかな。あと何枚、あと2枚もあるのか。遠いな。じゃあこっちの扉行きます。で、急になんかまた絶対なんか来るよ。やるならさっさやってくれよ。今の1回でね、ここはこうやって避けるんですとかわからんぜ。とりあえずジャンプ連打してってみようか。これで大丈夫なんじゃない。ゲゲゲゲゲ。ここのかわし方が分かっただけでね、だいぶ楽になったっていうもんですよ。さあここは右から行っちゃっていいのかな。で、ダッシュ C の閉じ込められないようにしておく。絶対変わると思ったよ。で、鉄球かな。もう戻ってくる。戻ってこないで。もう誰も俺を止められねえぜ。止められるのはマリオメーカーの運営だけさ。え、これ何もしないで壊れる。壊れるわけじゃないよな。じゃあ上に行きます。今日は大量だ。マジでプクプクが厄介すぎるんだよな。じゃあ右降りていいの。鼻くそ。叩く、登る、で降りる、でもう一回上に行く。でもう魚来んなよ。何も来んなよ。オープンだ。よし。で、今右隠しブロックなかったよな。で、これは鉄球。ということはこいつが鉄球なんでしょうね。オッケーオッケー。そしてツタに登ってっての。どっちに入ろうか。もうこのハテナブロックは叩かねえ。いや、魚と分かってるならあえて叩いてやってもいいんじゃ。
うん、取れんよね。このマスターソードは取れんのは分かってた。じゃあ土管に入ってってみようか、青の方。あ、待ってよ、青の方入ったらやっぱそうだよな、ピンクコイン取ってないもんな。っていうことはここ下にいてお宝さんになっちゃう。この場面はもう終わりだと思いきや、下から砲台が出てきてまた青土管に入れられるかもしれない。それで気をつけておこうか。左、危ないね、カロンちゃん。そんなことは分かってんだよ、俺に通用するかよ。さあラストのピンクコインの場所まで行っちゃおうか。また見にくいわけなんですけど、おそらくここに土管があるでしょう。で、速攻で何か襲ってくる、それを警戒するよ。右、左、どっちだ。一緒やか。なら右ダッシュしておこうか。これでブロックが開いてくれると思うんだよな。そしてすぐにジャンプ。オーケー。いや待てよ、この土管はなんだ。いや気にするな気にするな、絶対に罠だと思いますからね。さあこれ何もしーん、左押しっぱでいけるか。これ左押しっぱだったら大丈夫で、オンオフが変えの、この下なんかある。アップデートだ。いや待てよ、この下アイテムがあるとか。いやいや、そんなことは気にしなくていい、絶対に罠だと思うからな。さあ派手なブロックを叩いていこうか。これで右に進める。いやここめっちゃ調子いいんじゃない。ここが一番簡単かもしんねえな。オンオフは変えたらいけないよな、先に進めなくなるから。変えなきゃ先に進めない。え、なになになに、ちょっとぬるくないですか。いや冗談じゃん、熱いから、熱いから早くこっから出してよ。さっさこいや。ハテナを叩いてすぐ上に行く。で、魚が出てくると思うんだけど、そいつをかわした瞬間右で、こいつはさすがに鉄球なんでねえの。そうだろ、で、こいつも鉄球、鉄球だよな。で、オンオフは、オンオフ変えてくれないの。ここら辺なんかあるみたいな。うますぎ。で、これは入れると思いますよ、頼む、終わってくれ。やった。最後めちゃめちゃうまくなかった。で、このピンクコインを取ってまた最初から集め直しとか、そういうことはないよな。それだったらめちゃめちゃきちいんだけど、このコースでゴールは、ゴールあるじゃん、何もしないで。で、で、うん、右、右、よし、これゴールしたよね、絶対にしたよね、やったー。え、こっち、あ、違う。上入力間違ってしちゃったみたいですね。いやこれはね、マジでめちゃめちゃ鬼畜でしたね。特にめったに死に待機をクリアできないっていうことはないんだけど、これはマジでクリアできなかった。そこに行くまでは簡単だったから、あの死に待機をぜひみんなに経験してみてほしいね。ほとんどクリアできないと思うんだよな。まあそれを含めて最高のコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオタイミング。説明文にキノコが落ちてきて音符ブロックが下がりますって書いてるだけなんですよ。これさ、サムネを見たら音符ブロックが一つあるだけなんだよね。ってことはあの音符に乗ってゴールとか、そんな簡単なわけないよな。クリア率めっちゃ低いもん。だからおそらくゴール条件が一回地面から離れたら着地しないでゴールだと思うんだよな。いやもしそうだったらどうやってやんのって話だよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.32%、 絶対ゴール条件それだと思うんだよな。ほらほら、やっぱり一回地面から離れたら着地しないでゴール。いやマジでどうやんのって話なんだけど、まず音符ブロックがあってキノコが落ちてきたね。でもさ、これ一回地面から離れたら着地しないでゴールだから、こうやってやるんだよな。意味がわかりませんよ。ってことはジャンプしたらダメなんだ。ジャンプしないでこの音符ブロックにどうやって乗るかっていう話なんだけど、こっからさ、じゃあ無理に決まってんだろ。もうゴールなんてしなくていい、ゴール条件がなくならないやり方だけ見つけさせて。教えろ教えろ、どうやってするか教えろ。一回よく見ていい、キノコが落ちてきます、で下がるでしょ、でこのオープンブロックが上がってる時に、上がってる時にこうやってマリオをジャンプして乗せたらゴール条件なくならないとか、いやその可能性は結構期待できるよね。攻略法を多分見つけたぞ。まずは一番左だ、そしてこっから右にジャンピーナッツ食べよっかにゃ。多分あとは数打ち当たるっていう感じだと思いますよ。来た来た来た。さ、いやこんな方法があるんだね。音符ブロックには乗ってない判定になってるんだろうな。まだまだ知らないことだらけですね、マリオメーカー2っていうのは。ナイスアイデアコース、ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。